けど、どうも、クライアント奏者の王です。はい、来ました、チャイナポスト。チャイナポストでございます。住所移って大丈夫なんだよ。なぜなら会社に届いてるからね。はい、ということでね、チャイナポストが届きました。じゃあ何が届いたのかなっていうね、話なんですけれども、まあ、開けていっちゃいましょう。この袋いつも思うけど、チャイナポストってさ、なんかこう、ヘボいよね。なんかこの、開けにくい袋。この辛い感じ。もうやだ。ビニールがもう、みたいな感じになりますけど。まあ、これはね、明るい感じですよね。よくこういうのでさ、住所バレとかしますよね。でも、会社持ってるといいですよね、事務所持ってると。だって会社だからさ、別に困んないじゃん、住所バレても。会社は普通に住所出してるし。うわ、こうやって開けるしかないのね。何が届いたかなというと、じゃじゃん。まだわかんないですね。よいしょ。まだわかんないですねってタイトルでわかってるかもしれないですけど、いや、タイトルどうしようかな。まあ、特に考えてないですが。はい。こちらでございます。開けちゃいましょう。梱包してないのね、中は。大丈夫なのかね。じゃじゃじゃーん。知ってますかこれ。ドン。ポケットサックスでございます。リードついてんのこれ。あ、ついてる。すげえ。ポケットサックスということで。はーい。まあ。普通に多分ポケットサックス吹いてみたっていうタイトルにすると思うから、普通に皆さん知ってたと思いますけどね。はい、ということでポケットサックスの演奏というか、まあどういうものなのかっていうのをね、吹いていきたいと思います。ポケットサックスって何かというと、リコーダーにサックスのマウスピースがついていて、でサックスの音をなんか吹け出るみたいな感じなんですけど、まあ、サックスのリード持ってないんで、ついてるリードをで吹いていきたいと思います。このリードはちょっと謎です。何のリードこれ。まあいいや。なんかビニールも剥げそうだし、まあ音出るでしょ。やってみれば。リードもなんかさ、非常に怪しい感じだけど、なんかあのカットが甘い。すごい。まあ吹けるとは思いますけどね。ちょっと吹いてみましょう。リコーダーと指一緒なのかな、その辺もちょっと分かんないですけど、全くもって何も分からない状態で吹くのが私のあれなので、上は関係ないの。こうかな。こういう感じかな。こういう感じかな。音出ねえぞ。リード熱っ。硬っ。ちょっと待ってくださいね。なんかサックスの音しなかったよね、今一瞬吹いたら。なんかクライネットっぽくない？苦しい。バスクラのリードとかつけちゃおうかな。リード下にしても柔らかくならない。どうしよう。バスクラのリードを使ってみましょう。多分いけるはず。いや、ちょっともうちょっと柔らかいリードつけてほしいよねって思ったけどね。はい、バスクラのリードをつけてみます。刺さんのかな。あ、一応刺さってた。あ、なんかまあなんか大丈夫そうな気はしなくもないような。下こんなになっちゃいますけどね。はみ出ちゃいますけどね。よいしょ。あ、出た。さっか、バスクラのリードで薄いリードだったら出るな。よいしょ。あ、うずっ。上って押さえんの？これ、ここ関係あるのかな。どうすればいいのこれ。超難しいんだけど。やばいなこれ。え、こんな難しいの？ポケットサックスってめっちゃ難易度高いやん。あ、もっと深く加えんだこれ。SD ウィンズさんもやってたけどさ、いや、これ難しいっすね。これうまく吹ける人すごいと思う。いやー、ネタのために買ったけど、一応説明書見るか。一応説明書がついているので、多分運指標書いてるだけだと思うけどね。はい、こういう風に運指標が書いてあります。どうすりゃいいの？それも、全く待って、
8ホールリトルサックスフィッシングはフィンガリングチャートですね。ひどいカタカナ英語ですけど、8ホールリトルサックスフィンガリングチャートみたいな感じでいいの英語だと。おお、ほうほう、あ、ああ全然違う指が、ええこれどういうこと、あ、おおほう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 、マジか、え、これ指マジで難しいぞ、待ってね、これ半音か、あ、これ逆じゃないか、分からんね、ああやっぱ逆だ、あもう譜面台に立てながら見るわ指、よいしょ、さすがに分からん、よいしょっと、これ逆さやね運指標、多分 こっちで見るのが正しいと思う、多分、よいしょ、やってみましょう、いやー難しい、へえこんなもんだね、難しいよこれもっと簡単だと思ったんですよ、もっと楽に吹けるかなと思ったんだけど、なんかさ動画のねこういろんななんていうのかな、あのいろんなポケットサックス吹いてみたみたいなさ演奏の動画たくさん上がってたし、こういうものですよみたいなさ、いろんなその案内動画が上がってたから、あなんかサックスみたいなサックス吹ける人は吹けるのか、クラ吹ける人はと思ったけど、そんなことはなかったね。わお、運指標ちゃんと見よう。曲は吹けないね、これはベーノーバのがあの全然簡単、こんな感じですかね、ベノーバはね今ちょっとどっかに行っちゃったんで今吹き比べできないんですけど、ベノーバはなんというかまあ価格が全然違いますからね、これはいくらかと言いますと、なんとびっくり1000円でございます、1100円、送料無料で1100円チャイナポストで届いてるけどね、はいですね、なかなか面白いおもちゃだなと思って演奏してみたんですけれども、難易度めっちゃ高かった、これ多分相当なんていうの極めるの難しいと思います、ベノーバも難しいんだけど、ベノーバはどっちかっていうとクラリネットとかサックスやってる人にとってみればですよ、指も分かりやすいし、あと音がまずすごくすんなりと、管楽器、まあ、クラーとかサックスシングルリードやってる人にとってみればそんなにあの難しさというか、まあ、音を出して指を動かして、まあ、音を並べるっていうこと自体に関してはそんなに難しくないんだけど、ポケットサックスは結構ポケットサックスの息の入れ方とか指を覚えていかないとできないんじゃないかなって思いましたね。もう一回吹いてみる？
まあまあまあいろんな指があるんですけど、あの同じ音でもいくつか指がありますけど、まあでね、1オクターブしか出ないみたいな下の方はほら息のスピードで上の音と上のなんていうのオクターブの音域と下の音出せるのかなと思ったけど、下の音は何にも音が変わらない。これは普通のあれか、普通の圧力でじゃないですか。でも下のこの下の息だと何も変わらないですね。その上出るかな、上が出ますね。上の息の圧力だと出るけど、まあまあまあ2オクターブも出ないのかなっていう感じです。まあ本当に一流の人はもっとできるんだろうけど、すいません、なんか曲吹こうと思ったんだけど無理でした。はい、ということで今日はポケットサックスをご紹介させていただきました。クライネット奏者がポケットサックス吹くとどうなるのかっていうね、動画でした。ということで、あんまり上手じゃなくてごめんなさいということです。はい、楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、サブチャンネル、公式 LINE、 最近ちょっとサボってるけど、はい、やっておりますので気軽に登録フォローいただけたら幸いです。では今日はこんな感じで失礼します。ありがとうございました。